改めてご紹介いたしましょう。まずは NMB48 より板垣こよりさんです。今日よろしくお願いします。はい、板垣こよりです。本日はよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、続いて NMB48 辰本弥生さんです。お願いします。はい、半年前という素敵な日に出演させていただけて本当に嬉しいです。はい、辰本弥生です。よろしくお願いします。お願いいたします。続いて NMB48 松岡さくらさんです。お願いします。はい、松岡さくらです。お願いします。はい、お願いいたします。さあ、続いてはダチョウ倶楽部の肥後克広さん、寺門ジモンさんです。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー道頓堀もみんな大喜び。すごいよ、生のやーをご覧いただきました。さあ、では皆さんに大阪・関西万博についてちょっとお話伺いたいと思います。まず松岡さん、お伺いします。はい、大阪・関西万博も間もなくなんですが、はい、体験してみたいことありますか？はい、私は会場のシンボルでもある大屋根リングを一周してみたいなって思っています。あれはもうシンボル象徴大きいですからね。はい、これはぜひぜひね、見てみたいし歩いてみたいですよね。はい、はい、さあ、では辰本さん、いかがでしょうかね。はい、見てみたいイベントとかありますか？はい、私はいろんな国のイベントが開催されるナショナルデーを見てみたいです。はい、そうですね。はい、それぞれの国のね、特別な日がありますから、はい、ね、こちらも楽しみです。楽しみです。はい、では板垣さん、はい、大阪・関西万博で行ってみたいパビリオンはありますか？はい、私は三重県出身なので、三重の独自展示エリアがある関西パビリオンに行ってみたいです。出身ですからね、はい、やっぱ気になりますよね。はい、三重県もね、参加されているということで、はい、はい、さあ、ダチョウ倶楽部のでは、ジモンさんにお伺いいたしましょう。はい、はい、大阪・関西万博で、ズバリ楽しみにしていることは何ですか？それは間違いです。美味しいものです。美味しいもの。だと大阪は美味しいものがいっぱいあるじゃないですか。はいはいはい。世界からいろいろ集まるじゃないですか。来ますよ。そこでしか食べれないもの絶対ある。これは楽しみですね。もう全部食べたいです僕は。全部。全部食べたいです。食べ尽くす勢いで、一応他の方々にも残しておいてください。わかりました。大丈夫です。やっぱグルメですね。はい、やっぱり。これ大阪でやるんだって、ね、絶対美味しいものをこだわってると思います。はい、大阪関西のグルメもありますし、やっぱ世界のグルメもあるということで、はい、もう美食の方も楽しみ。今からワクワク。いいです。本当食べ尽くしそうですよね。いや、本当です。楽しみです。はい、では肥後さん、はいはい、大阪関西万博、いや、行くなら一緒に誰と行きたいですか？いや、やっぱりね、これはね、家族で、はい、それで今ね、もう僕がね、お孫ちゃんもできたので。わあ、お孫ちゃん何歳ですか？5と4と、はい、5歳の子と4歳の子、はい、だからもう家族、孫も、もうとにかくね、まあまあ僕おじいちゃんですけど、みんなで、もう家族みんなでこう行きたいね。行きたいですね、みんなで揃って。肥後家っていう旗持って歩きたい。目立ちますね。いいね。お隣のジモンさんと行こうっていうのはないんですか？あ、ジモン、そうね。ないですね。なさそうですね。本当に皆さん、はい、大阪・関西万博、はい、これ、はい、いつ頃行きたいとかありますか？まあ、でも、なんか開幕初日とかはすごい混んでそうじゃないですか。初日はね。でも、今日から事前予約が始まって、まあ、じゃあ早く予約しないと待っちゃうんちゃう？確かに。もうみんなで予約して、行きましょうか。ね、本当ですか？うん、じゃあ、私、このイベント終わった後、予約しますね。いやいや、私が予約します。いや、私が予約します。俺が来るね。じゃあ最後、ダチョウ倶楽部さん、はい、決めポーズで終わりましょう。あ、いいですね。はい、さあ、せー